アダムズ軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2006年1月時点での推定人口は33,185人で、軍庁所在地はヘースティングズ。第二代アメリカ合衆国大統領のジョン・アダムズに、ちなんで名付けられた。アダムズ軍は一軍のみで、ヘースティングズショート試験を構成している。ネブラスカ州のナンバープレートで、アダムズ軍の車両は、 最初の数字が14になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、アダムズ軍の車両登録数が州内の軍の中で14番目に多かったからである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1461平方キロメートルである。 このうち1459平方キロメートルが陸地で2平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち0.13%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、アダムズ軍には31151人、12141世帯、 および7964家族が暮らしている。人口密度は21平方キロメートルで、9平方キロメートルの平均的な密度に13014件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人94.54%、黒人0.64%、先住民0.36%、アジア系1.60%、 太平洋諸島系0.04%、その他の人種1.99%、および根結0.83%で4.58%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。軍民の45.6%がドイツ系7.9%がアイルランド系7.7%がイングランド系7.3%がアメリカ系移民の子孫である。 アダムズ郡に住む12,141世帯のうち30.90%は18歳未満の子供と暮らしており、54.40%は夫婦で生活している。8.30%は未婚の女性が世帯主であり、34.40%は家族以外の住人と同居している。28.60%は独居で、 全世帯の13.00%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.43人であり、家庭の場合は3.00人である。軍の住民は24.40%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が11.90%。 25歳以上44歳以下が26.20%、45歳以上64歳以下が21.70%、及び65歳以上が15.90%となっている。平均年齢は36歳である。女性100人に対して男性は96.10にいて、18歳以上の女性100人に対しては、 男性は92.80人いる。軍の世帯ごとの平均収入は37,160ベイドルで、家族ごとでは45,620ベイドルである。男性の29,842ベイドルに対して、女性は21,236ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は18,308ベイドルである。 総人口の9.30%、家族の5.50%は貧困線以下である。18歳未満の子供の10.40%及び65歳以上の6.70%は貧困線以下の生活を送っている。トランブルの村役場。ありがとうございます。